昔作ったものでインスピレーションの種になりそうなものを短く紹介するから、何かひらめいたらお庭作りに応用してみてね。デッキを作るときは板材でフラットに作ることが常識だと思うけど、この時はあえて丸太で作ってみたよ。足の細いテーブルを置いたらグラグラしちゃって使いづらいと思うけど、ここに座り込むと屋内の床みたいなデッキとは違う、いかだでくつろいでいるかのような素朴な良さがあったよ。だから芝生には思いっきりアンジュレーションっていうのかな、起伏をつけたよ。屋内と屋外の魅力を割り切っている感じも見た目の可愛さにつながったね。この時は空間を見せるイベントだったから1週間で壊す前提で簡易的な作りにしたけど、今度キャンプのようなお庭を作る時に提案してみようかな。この動画が誰かの DIY の種になってくれたら嬉しいな。